猛犬族の船猛犬族とは、ほぼ一年中会場で過ごす、海洋民族。猛犬や猛犬人とも呼ばれる。猛犬は自称で、ビルマ語では、サロン族と呼ばれる。別名、海のジプシー。ただし、海のジプシーという呼び名は、東南アジアのいくつかの民族集団の総称であり、猛犬族のみを意味するものではない。オーストロネシア語族に属する猛犬語のほか タイ語やミャンマー語を使用する。祖先の女王の妹の沈没を意味する。祖先である女王は、水と米と火をもたらした船乗りと結婚する。ところが、男は女王の妹と貫通して、陸上から追い出された。アンダマン海、太陽国、ミャンマー、メルギー諸島の近海に暮らしている。ミャンマーとタイの政府は、猛犬族を文化的に同化させようと試みてきたが、 その成果は限られたものである。1990年の報告によると、ミャンマーの軍事政権は一部の猛犬族を陸地に強制移住させたという。主に、カバンと呼ばれるエフネに住んでいて、見知らぬ者と出会うことを恐れている。しかし最近は、ミャンマー政府の政策により、海岸で定住生活をさせられているものもある。また、陸上での狩猟にも意外と長けている。 生子をいぶしたものを売って、現金収入を得て、船の燃料を購入するなど、資本主義社会と無関係ではない生活をしている。一方で、その資本主義社会からやってくる商業戦団によって、魚介類を根こそぎ持っていかれてしまうなど、生活が苦しくなってきている。海を強く意識しているため、いくつかの地域の儲け族は二千四年十二月のスマトラ島沖地震の際に、 津波の前兆をつかんでいたが、タイパンガー県のタップタワーなど、沿岸部の村々では、住宅やカバンに対する深刻な打撃に苦しめられた。ありがとうございます。